こんにちは、富澤商店の久保です。今回は週記事のご質問にお答えしていきます。うまく膨らみません。綺麗にしっかり膨らませるポイントを知りたいです。粉を入れてからの再加熱がポイントです。生地がひとまとまりになるまで加熱してください。強力粉と薄力粉の割合でどう変わりますか？概要欄にテクニック動画の URL を貼っておきますので、ご覧になってください。卵を合わせるときに気をつけることは何ですか？回数を分けて入れると綺麗に混ざります。 4、5 回程度で分けて入れていただくと分離しづらいです。分離してしまった場合の救済方法はありますか？分離してしまってもしっかりと混ぜ続けるとつながります。卵を入れる量の見極め方を教えてください。レシピにもよりますが、基本的には滑らかな逆三角形になる程度です。生地を作ったらすぐ絞り出して焼くのか、少し休ませてからなのか、どちらがベストですか？すぐに絞った方が生地が固くならず絞りやすいです。シュー生地を作り置きしておくことはできますか？レシピにもよりますが、シュー生地は冷凍可能です。生地を冷凍保存しておいたものを調整するときにどの状態で焼くのが良いでしょうか？レシピにもよりますが、クッキーシューの場合は冷凍したままで調整可能です。普通のシュー生地だと解凍後霧吹きをして調整が無難です。高さを出したくて高く絞り出しても焼くと生地が横に広がってしまいます。卵を入れすぎて生地が柔らかくなりすぎている可能性があります。生地が広がらない程度の硬さで少し高めに絞ってください。絞り出した時の理想の形を教えてください。このようにドーム状になるように絞ってください。焼く前に霧吹きをするのはなぜですか？表面だけ焼き固まると膨らみづらくなるので、そちらを防ぐためです。調整前の霧吹きはどの程度湿らせれば良いですか？このように生地表面に水滴がついているのが分かる程度です。底が平らに焼けません。どうしたら良いですか？こちらのクッキーが美味しく焼けるシートの上で焼くと平らになりやすいです。調整時間を守っても中の生地が柔らかいのは焼きが足りないからですか？焼き時間が足りないです。生地表面がしっかり焼けている場合は、調整温度を10度程度下げて、調整時間を5分から10分程度伸ばしてください。今回の Q&A 動画を参考にして、シュー生地作りに役立ててください。次回もご質問お待ちしております。